アンホノカです。前回のビデオの質問に答える前に、そこにあった説明をもう少し詳しく見ていきましょう。ではまず元のキーを C だとしましょう。このサブドミナントは一番元の音が一番上に来るようにして、こういう和音を作ります。これが F です。サブドミナント、そしてさらにパラレルトナリティですが、一番元の音から半音を3つ下、Dマイナーと言いますが、これがパラレルトナリティにあたります。でこのDマイナーを1オクターブ上に持ってきましょう。はい、これもDマイナーです。元となるキーが C の場合は、この Dマイナーを二重螺旋構造を巻く軌道に用います。はい、どうでしたか。これで前回の質問にあった量子紐を司る和音